じゃあ始めます。いきなりですが4つの問いを投げかけたいと思います。まず1個目なんですけども、これは03112017ってあるんですけど、これ何月何日何曜日だと、何日だと思いますか？1個目は2017年3月11日、これはアメリカの形式なんです。2個目が2017年11月3日、これはオーストラリアのイギリス系の形式、どっちなんでしょうね、これを書いた人は。はい、1個目の質問はこれです。で、2個目の質問、まあこういう記号はあるんですけど、これって一体どういう意味があるのかなっていうふうな思いますか？まず1個目なんですけども、OSC、まあオープンソースカンファレンスの略でしょうね、多分ね。で、次の17って何でしょうね、17番目でしょうかね、2017年でしょうか。そして最後の J って何でしょうね、日本、ジャカルタとか、それとも他のなんかアルファベットの連番なのか、一体どういう意味なんでしょうね、この記号を書いた人は。で、3つ目なんですけども、これは名前の問題なんですけども、この中国の三国志に曹操という、まあ、昔の王様がいたんですけども、この人を英語で書くとサオサオっていう風になるんですけども、これは姓と名どっちなんですかね、1番目なのか2番目なのか で、まあ、他にも例えばミドルネームがある人だったりとか、ドイツの前置詞のある人、他にもジェネレーションの、まあ、そういうジュニアとかある人、まあ、あの論文なのでどれが姓なのかっていうのは結構大事な問題になるんですけど、まあ、一体どれが姓なんでしょうね、ちょっと分かんないですね、これは。で、最後の4つ目の問題はライセンスについてなんですけども、まあ、世の中、まあ、いろんなライセンスありますよね。オープンソースにしても GPL 系であったりとか、そのどっかの財団が作ってるものであったりとか、まあ、その言語に特化したもの、 Python だとか Ruby だって、他にはもうソースコードだけじゃなくて汎用的な、まあ、クリエイティブコモンズだったりデータベースだったり、ただしこういったたくさんライセンスあっても、 それぞれバージョンがごとに微妙に違ったりとか、互換性がだったりとか、取り込めないとか、無理だったりとか、配布するときに何か条件が必要だとか、こういったものを正確に把握できる人っているんでしょうかね。で、まあ、何が問題になるかと言いますと、まあ、それぞれ解釈が人によって異なってくるということで、コミュニケーションの問題が起きるということで、まあ、その問題、バグの、まあ、根本的な発生になるんじゃないかと思ってます。で、まあ、これをどうしたらいいかっていうところで、あ、ごめんなさい、言い過ぎたか。まあ、どうしたらいいか、我々はどうしたらいいか。そういうところは、僕たちはその標準に従うっていうことが、これの問題の解決一つだと思っています。で、具体的にはその ISO だったりとか、まあ、そういう、国の公共団体が出しているものに従うということです。具体的には1番目、例えばこの日付の形式であれば ISO8601 というものがあって、これはこういう形式に書けばこれは年月日っていうふうにもう決まってるんですね。で、ECMAScript、POSIX、HTML でもこういう仕様を形式を採用している。で、この OSC だったりとか、まあ、最後の J なんですけど、これが何を読むか、まあ、国のコードが、まあ、ISO の3161666であるんですけども、これ2文字で決まってるんですね。だからこういうふうに書けば、まあ、これは明確に国の名前なんだなっていうのが分かります。で、3つ目、まあ、声明をどういうふうにやるか、まあ、これは、まあ、国によっても変わるんですけども、まあ、日本ではその文化庁だったりとか、そういうところがどういうふうに書けばいいかっていうのを出してるんですよ。声を大文字で全部書く。で、声の終わりでコマを入れる。これで、まあ、どれが声かっていうのがパッと見れば分かる。で、最後にライセンスはどうするか。ここは、まあ、汎用的なものを使う。まあ、CC0 というのがいいんじゃないかと僕は思っています。というのも、まあ、ライセンスを放棄することに関しては世界の中でも最強と思っています。CC0 から他のライセンスにすることができても、他のものから CC0 にすることは不可能。まあ、互換性が最も高いんじゃないか。まあ、迷ったらこれを使うのがいいんじゃないか、使ってもらいたいという理由ならば。で、まあ、スタンダードに従うのがいいって言ってました。スタンダードというふうな、まあ、意味があるんですけども、まあ、公的な団体が作ったルール、そういう、守るべきもの、そういった意味です。で、そして、標準にはその2つある。デジレ標準とデファクト標準。デジレ標準というのは国際団体だとか、まあ、公共的な団体が作ったもの。で、デファクト標準というのは、その、独占市場やったりとか、一部の規模、文化が作ったもの。で、デジレ標準はその、まあ、こういったものが、デファクト標準項目がある。で、デファクト標準になると、その特定企業になるので、そのと、実装がなくなったらもう使えなくなってしまう。非常に危ない。で、デジレ標準を使う、あ、なんかずれてるな。で、を採用することがいいと思うんです。というのも、これをデジレ標準に従うと、交換可能性が担保される。交換可能性が担保されるってことは、ずれてるな。時空を、超える力を手に入ることができる。時空を超えるっていうのはどういうことか。このルールを守ってくれるところがある限り、その、
いつまでも対応サポートしてくれるなら使うことができる。ルールを守ってくれる実装があればどこでも使うことができる。デズリ標準に使うことで、まあ、どこでも使うことができる。みんなが守ってくれたらみんなが幸せになるじゃないか。で、まあ、ポジックス原理主義という考え方があるんですね。これは、フトライの開発手法で、まあ、デズリ標準に従うことで、どこまでもいつまでも使えるという、そういうタイプ、ありがとうございました。